んにちは、本日は大人気アニメ鬼滅の刃に出てくる、大きな岩、大きな岩それだけじゃ分かんないな。鋼塚さんとの修行でこの岩を割ったら合格としようみたいな、そういう修行が確かあったと思うんですけど、その岩がですね、今から向かう長野県須坂市に似たようなね、あの岩というか石というかあるみたいで、ちょっとね、まあ皆さんね、話題になったのでご存知の方多いかと思うんですけど、私もね、あの鬼滅の刃好きなので、ちょっとね気になって、行ってみようかなってことになりまして、これからね、今須坂市に向かってね、車を走らせているところです。その岩なんですけど、私が思うに須坂市はね、一番最初に聞いたのかな、ちょっとねその辺はっきりしたことはわからないんですけど、私が耳にしたのは須坂市が一番最初だったんですけど、今はね、なんか全国にいろんな箇所で点在するみたいなんですよね。で、やはりね、地元でね、その鬼滅の刃と似たような岩があるって言ったらね、本当に行きたくなるって気持ちわかりますよね。あ、ここ2車線になったんですね、いつの間にか。私もこっちね、すごい久しぶりなんですよね。仕事でね、前は結構須坂行ってたんですけど、なんか久しぶりに来た感じがしますね。高速道路から、降りてね、須坂方面に向かって、そうそう、高高町の信号を右折、菅平方面に向かうんですよね。そうそう、関係ない話になっちゃうんですけど、須坂、すごい道が難しいんですよね。特にね、須坂駅前。あそこはね、毎日ね、須坂行ってたんですけど、なかなか覚えられなかったですね。ここでですね、ローソンを左に曲がります。高山方面ですね。あのね、岐阜の高山と勘違いされる方いるんですけどね、長野県にも高山というところがあってね、上高井郡高山村って言って群馬県との県境になりますね。温泉とかね、紅葉とか、あとまあ桜とかも綺麗なところでね、また機会があったらね、動画に出していこうかなと思っております。この道をまっすぐ走るとね、坂田町というところに出るんですけど、その岩がね、坂田山というところにあってね、私もちゃんと調べてなかったので、もう坂田といったらまあそこしか浮かんでこなかったので、実際ね、これ一発でたどり着けるかどうかすごく不安なんですけど、まあ坂田町に出ればなんか看板立ってんじゃないかなということで今日来ております。ちょっと苦戦するかもしれないですね。ちなみにこれ左側に我流公園、須坂市動物園ですね。赤カンガルーのハチで有名なね、動物園があります。で、これ信号を越えたところに坂田町という信号があったので、多分坂田山っていうのはその正面の山になるんじゃないかなって私は思ったんですけど、ここからはちょっと慎重に走っていきますかね。これずっとまっすぐ走ると須坂市のサマーランドっていうプールがあるんですけど、それを山越えちゃっているところなので、山越えにトンネルをくぐるんですけど、トンネルくぐる前にね、多分右折できるところがあるんじゃないかなって思っているんですが、お今慌ててカメラ回したんですけど、目の前にね、あの看板がありました。やっぱり有名なんですね。これをね、ずっとまっすぐ走らせて、慌ててね、今看板見えたんでね後ろにまあ車来てなかったんでよかったんですけど、あの強めにブレーキ踏んでね、慌てて曲がりました。やはりあのトンネルくぐる何百メートルかな、500メートルだったかな、ちょっとね距離感わからないんですけど、あのトンネルまで行っちゃうとね、あの行き過ぎなので、ちょっと気をつけてね、入念に右側を見ていけばね、あの看板が出てるかと思います。
ちなみに動画出す頃にはもっとね、あの分かりやすい看板がもしかしたら立っているのかもしれないですけどもね、まあこれをまあ道なりに走っていくということなんですかね。なんかあの紹介するとか言ってね、自分が一番たどたどしいというかね、まあ、自信持ってねここですってはっきり言えればねいいんですけどね、なんせ初めてなもんでかなり不安なんですけど、あ、車止まってますね。ここか、ここっぽいですね。あ、やっぱり酒田山って普段は来ないんだろうけど、この鬼滅の刃で車が結構止まってますね。いやー、これ鬼滅効果ってすごいですね。これはちょっと楽しみになってきましたね。こう止めましょうかね。お、鬼滅の刃の巨岩。炭焼きがまたって、へえ、これあれだね、こっちじゃないね、どう見てもね、こっちじゃないよね。引き返してきました。駐車場からはねまっすぐでした。あ、本当だ。いや、これ見えない。鎧塚さん、鱗滝さん、鱗滝さんの修行だったっけ？修行じゃねえな。なんか試験だかなんかじゃなかったっけ？鎧塚さん。鋼塚さんじゃない。鱗滝さん。すごいね、お年寄りがね見るっていうのがね、多分孫の影響なのかな。なんだこれ、足場。いや、すごいとこだね。何これ。あ、上にある、上になんか。あ、これが見晴らしの丘っていうのか。ああ、アルプスが見えるって言うんだけど、確かに。10分以上かかってんでしょこれ。まあ確かにこの険しさからして、あの鬼が出てきそうな気もしないでもない。何これ、田中康夫って書いてない？ウェルカン。あ、竜の割石？割石？
れか。あ、確かに亀裂入ってる。あ、なるほど。これか。ああ、ああ。いやいや、大地山、大地山、大地山しろ、大地山。違う、大地山だよ、大地山。あ、これ、大地山。大地山。あ、大地山できない。すごい。龍の割り石、昨今のある池が日照りがつついたため水が干上がった。片山の扇の入り地石の清水を飲みに来ました。大きな岩の下から湧き出す水を急いで飲もうとして、この岩に爪を引っ掛けて割ってしまったと伝えられている。へえ、この龍は我流山に住んでいた龍だという言い伝えがあるそうですね。というわけで龍の割り石いかがだったでしょうか。ね、申し訳ないです。本当はね、鬼滅の刃のアプリかなんか持っててね、炭治郎がこの太刀でね、あの岩を割るところがあればよかったんですけど、その代用できるものがなくてね。で、瞬時に浮かんだのが、私ドラゴンクエストウォークやってるんですけど、大の大冒険企画今やってるんですけど、そこに出てくるね、大のね AR かなんかで、なんか切るのかなと思ったらジャンプしちゃってねそれでまあ一応代用という形になるかなと思ってやってみたんですけど失敗しちゃいました。まあいろいろね、鬼滅ファンの方にも失礼なことしちゃいましたしね、まあうまくいかなかったんですけど、これそれにしても見事な割れ方ですよね。本当にね、龍が割ったかのような、いや炭治郎が実際に一刀両断した岩なのかもしれませんけど、まあいろんな想像ができる岩ですね。本当に来てよかったと思います。興味のある方いましたらぜひ訪れてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。